1年 B 組東方丈介です。てめえ、俺の髪の毛がどうしたところ。この自慢の頭をけなされるとムカッ腹が立つぜ。どうしようもなくな。ボディから顎にかけてガラ空きになったようだぜ。ティパン、そのウォッペックコークムクワイフク、ティパン、やんのほぜヤクルノコークムクファイ。アシアシロ、この名前変じゃないですかね。ではお聞きしますよ、魔王様。って完全に下っ端ではありませんか、魔王様。クールクールクール、これは面白い記事が書けそうだぜ。前回のが大好評だね。いや、今日も最高だったよ、ルシー。100年早い。今年の大魔導演部はいまいち盛り上がらないね。でも、なくなっちゃったんだよな。いや、スポンさん、入部希望者かと思ってね。好きに見てってくれ。そして入部してくれ。あとはあいつがいれば完璧なんだがな。この野球部にはもう一人部員がいたんだ。名前は阿部、うちのエースだった男だ。そいつが去年他校の生徒と暴力事件を起こしてね、野球部は半年間の大会出場停止を余儀なくされたんだ。大本命の優勝候補の大手高校だと。なーに、ちんたら歩いてんだ1年。こら走れ。10秒だけ待つ。なんじゃこら。イメージ通りだバカ野郎。当たり前だバカ野郎。てめえらを締めに来たんだからよ。東条か、いい方してんじゃねえか。ちょっと待てなあ妹、なぜ殴られたかはわかるか。それは自分で何とかすべきだよ。隣の教室にいます。うちの副会長は何歳でしょう。真田北高生徒会長ともあろうものがみっともないぞ。我々にとっての生徒会長は会長だけですよ。邪魔したな、部長の堀田。大道具を担当している。じゃあさくら、これ塗りつぶすところを印つけといたから。そう、うちの花形は鹿島なんだが、結婚式な。絶対に呼びたくねえな。私はレミリオ、初めまして。美しいお嬢さん。ハーロンが待てるのが早いんだよ。何か光が森の方に落ちていった。君しっかりして。僕はグラン、この島に住んでるんだ。困ってることがあれば力になるよ。嫌だ、ルリアは渡さない。ルリア、何が僕に。帰国の日程をちょっと遅らせるだけ。でも僕が勝っちゃっても泣かないでね。兄ちゃんゲームとか負けるとすぐ泣くから。もう体調は良くなったから大丈夫だよ。秋冬にかけて体型も戻ってくからね。兄ちゃんはどんな回答を出したんだろう。半月メッツァルーナ。自分の目で見る方が早い。事件について知りたいのなら来い。昨日は何事もなく済んだ。家でなんかじゃない、おそらく逃げ出してきたんだろう。もう心配いらない、君は我々の部隊によって保護される。ブラックスワンの全容は俺たちもまだつかめてはいない。